突然ですがクイズです。方程式 x に乗イコール1の解は何でしょうか。そう、答えはプラスマイナス1ですね。ちょっと簡単すぎたかな。では x に乗イコールマイナス1の解は何でしょう。これは実数の範囲では答えがありませんが、複素数の範囲ではプラスマイナス i が答えとなります。では最後に方程式 x に乗イコール0の解は、これを満たす x は0だけですね。うわ、なんだこれは。これは二重数ね。メタン、急にどうしたのだ。このイクシロンは二乗すると0になる。でもイクシロンは0ではないと書いてあるわ。よくわからないけど何かが始まったようなのだ。二乗すると0になるような数は0しか存在しない。つまりこんなイクシロンは存在しないね。確かに普通はそう考えるわよね。でももしそういうイクシロンが存在すると仮定したら。何を言っているのだ。これは虚数を導入するときとよく似たお話でもある。二乗するとマイナス1になるような数は実数の範囲には存在しない。でももしそのような数が存在すると仮定したら。そして私たちはそのような数を i で表すのだった。ほうほう、それで。同じように二乗すると0になるような実数は0しか存在しない。でももし0以外にそのような数が存在するとしたらどうかしら。その謎の数をイクシロンで表すと、なんだか受け入れがたい話なのだ。でも確かに虚数を導入するときとよく似たお話のようにも聞こえる。続けたまえ。ちょっと補足だけど、 i を虚数単位とした場合、マイナス i も2乗するとマイナス1になるのだった。まあ確かに i に乗が出てくるからね。同様にイクシロンは2乗すると0になるので、イクシロンの定数倍の2乗も0となる。ただしここで c は0でない実数とするわね。なるほど、つまり c イクシロンもイクシロンと同じ性質を持つというわけだね。さてお話を続けると、複素数が実数 ab を用いて a プラス bi と表されるのと同じように、二重数は実数 ab を用いて a プラス b イクシロンと表される。そうなんだ、二重数はどこか複素数と似てるんだね。でもメタンがいてくれてよかったのだ。僕だけでは何もわからなかっただろう。いいえ、ここから先はあなたが二重数の謎を解き明かす必要がある。私はただのサポート役よ。え、そうなの。ちょっと不安になってきたのだ。大丈夫、一歩ずつ進んでいきましょう。まずは二重数の簡単な計算からね。この式を計算してみて。これは2つの二重数の足し算なのだ。でもどうやればいいんだろう。基本的にイクシロンは通常の文字と同じように扱うことができるわ。ただしイクシロン2乗は0であることに注意してね。了解なのだ。ということはまず3と4を足して7となる。あとは2イクシロンとマイナスイクシロンを足してイクシロンだから、答えは7プラスイクシロンで合ってるかな。正解よ。まだ二重数らしいところは計算に出てこなかったわね。じゃあこれはどうかな。ふむふむ、なるほど、今度は二重数の掛け算なのだ。とりあえずこの式を展開していこう。イクシロンは通常の文字と同じように扱えるんだったね。ということはまず3と4をかけて12、次に3とマイナスイクシロンをかけてマイナス3イクシロンが出てくるのだ。同じように8イクシロンとマイナス2イクシロン2乗も出てくるね。イクシロン2乗が出てきたわね。あ、そういえばイクシロン2乗は0だからここは消えてしまう。つまり答えはこうなるね。よくできました。今のは具体例だけど、一般の場合はまず2つの二重数 a1 プラス b1 イクシロン、 a2 プラス b2 イクシロンを足すと答えはこのようになる。これってどこかで見覚えがないかな。そういえばこれは複素数の足し算で実部と虚部をそれぞれ足すのと似ているね。その通りね。また2つの二重数の掛け算では、途中の説明は省略するけど答えはこのようになるわ。ここでは普通に式を展開しているんだけど、イクシロン2乗の項が消えるというのが二重数の計算に特有の現象ね。二乗すると消える、なんだか不思議な感覚なのだ。ここで二重数の計算をする上で注意しなければいけないことがあるわ。一体なんだろう。その前にまずはこの式を計算してみて。これは複素数の計算だね。虚数単位 i の約数は確か分子と分母に i をかけると分母に i 2乗、つまりマイナス1が出てくる。ゆえに答えはマイナス i なのだ。ここまでは問題なさそうね。じゃあこの式はどうなるかな。これはイクシロンの約数、初めて見る式だけど、とりあえずさっきの計算と同じように
分子と分母にイプシロンをかけてみようか。すると分母にイプシロン2乗、つまり0が、あれ、0で割るのってできないんじゃなかったっけ？そうね、それは許されていないわ。これはイプシロンで割るという禁忌を犯してしまった代償とも言えるわね。イプシロンで割ってはいけない。何か意外な制約があるのだ。このことを別の方向から考えてみましょう。イプシロンは2乗すると0になる数だった。ここでイプシロンで割るという操作を認めてしまうと、両辺をイプシロンで割ってイプシロンイコール0となってしまう。しかしもともとイプシロンは0でない数として定義されていた。これは矛盾なのだ。イプシロンで割ることはできない。なんか0で割ることができないのと似ているね。ただしこれは分母にイプシロンが入ってはいけないというわけではない。実部が0でなければ割り算できるわ。例えば1プラスイプシロンの逆数を考えましょう。ここでは分母に1が入っているので、さっきのような問題は起こらない。実際に分子と分母に1マイナスイプシロンをかけると、分母は1マイナスイプシロン2乗となり、イプシロン2乗が消えるので答えは1マイナスイプシロンとなるわね。ふむふむ、なるほど。あれ、でもこういう場合はどうするんだろう。 B1 と B2 を実数として B1 イプシロンと B2 イプシロンが等しい場合、 B1 イコール B2 となってほしいけど、これって両辺をイプシロンで割ってないかな。鋭い指摘ね。まあ確かにこれは両辺をイプシロンで割ってるように見えるけど、ここではあくまでイプシロンの係数を比較しているだけで、割り算とは別物として考えるのがいいと思うわ。了解なのだ。これで二重数の謎は解けたかな。いや、二重数の世界はもっと奥が深いわ。次は二重数の幾何学を探検するわよ。二重数の幾何学？二重数の世界における図形についてちょっとだけ考察してみるってことね。ただいきなり二重数を扱うのは難しいので、まずは複素数を平面上にプロットした複素平面の復習ね。あのメタンってサポート役じゃなかったっけ？なんかメタンが中心になってるような。まあ気にしないで。さて、複素数 z イコール x プラス yi は xy 平面上の点にこのように対応付けられるのだった。ここで z の絶対値、つまり原点からの距離はルート x2 乗プラス y2 乗で計算できるわね。そしてこれは z の複素強約 z バーを使ってこのようにも表せる。実際にルートの中身を計算してみると、 x プラス yi の複素強約は x マイナス yi なので、こうなって式を展開するとここに i2 乗イコールマイナス1が出てくるわね。したがって答えは x2 乗プラス y2 乗となるので、この式が正しいことが示された。それじゃあずんだもん。はい。二重数の場合、今のお話はどうなるかな。どうなるかと言われても仕方ない。やってやるのだ。まず二重数 z イコール x プラス y イプシロンを考えよう。これを xy 平面上にプロットするとこんな感じでいいかな。それで良さそうね。 z の絶対値はさっきと同じようにこの式で計算できるかな。今度はこの式を絶対値の定義とするわけだね。するとまあとりあえずルートの中身を計算しようか。ここでも複素数の場合と同じように、二重数 x プラス y イプシロンの強約は x マイナス y イプシロンであると考えることにしよう。この式を展開するとこうなって、イプシロン2乗は0だったから答えは x2 乗となる。あれ、 y が消えちゃったね。まあいいか。それで z の絶対値の式にこの結果を入れると答えは x の絶対値となるね。つまり二重数 z の絶対値はその実部の絶対値のことなのだ。絶対値を計算する上でイプシロンは無視される。これは興味深い結果になったわね。さっきもそうだったけど、イプシロンは0と似た性質を持っているみたいだね。0に似ている。でも0ではない。もしかしたらイプシロンは無限小を表していると言えるかもしれないわね。よし、先に進みましょう。さて、ずんだもん、これまでの結果をもとに二重数の単位円をかけるかな。二重数の単位円、とりあえず複素数の場合で考えてみよう。複素平面における単位円とは原点からの距離が1である点の集まり、言い換えると絶対値が1である複素数の集まりのことなのだ。じゃあ二重数の場合はどうだろう。二重数の絶対値が1ということは x 座標の絶対値が1だから、 x 座標が1またはマイナス1であればいい。つまりこの2本の直線を合わせたものが二重数の単位円
どういうことなのかな。こうなるともはや円に見えないけどね。これも面白い結果になったわ。二重数の幾何学では不思議な世界が広がっているようね。ところで二重数って何の役に立つんだろう。何を言い出すの。ずんだもん。でもそう思う気持ちもわからなくはないわ。では最後に二重数の重要な応用例を紹介しましょう。実は二重数は微分との関連が深いわ。なんだって。まずは簡単な例からね。 fx イコール x 2乗という関数を考えましょう。この関数を普通に微分すると 2x となる。一方この関数を二重数の世界に広げて fx プラスイクシロンマイナス fx という式を計算すると、これはつまり x プラスイクシロン2乗マイナス x 2乗のことなので、式を展開するとこのようになる。 x 2乗は打ち消し合い、イクシロン2乗も消えるので答えは 2x イクシロンとなるわね。そしてこれは f プライム x イクシロンと書き直すことができる。ふむふむ、確かに二重数と微分が関連してるのかな。でもこれってたまたまじゃないの。ではお話を少し一般化しましょうか。 n を自然数として fx イコール xn 乗の場合はどうなるかな。xn 乗を微分すると nxn-1 乗になるんだったね。それで fx プラスイクシロンマイナス fx は x プラスイクシロン n 乗マイナス xn 乗のことだから、これを展開したいんだけどどうやるんだっけ。二項定理を使うと x プラスイクシロン n 乗の最初の2つの項はこうなるわ。他の項は。他の項ではイクシロンが2回以上出てくるから全て0になってしまうわね。そうなんだ。じゃああとは xn 乗を引けばいいだけだね。するとこれだけが残って、ここにも微分が出てきてる。どうやらこれは偶然ではないようなのだ。そういうことになるわね。今示したこの等式は実は指数関数や三角関数を含めて性質の良い多くの関数に拡張できるということが知られているわ。へえ、そうなんだ。本当は二重数の関数や収束性について厳密に議論する必要があるけどね。そしてこの式の左辺と右辺を入れ替えるとこのような等式となる。ここで形式的に両辺をイクシロンで割ってみましょう。さっき確認したように本当はイクシロンで割ってはいけないんだけど、あえてこうすることで何かが見えてこないかな。これは微分の定義に似ているのだ。よく気がついたわね。そう、これは微分の定義の式によく似ている。特にイクシロンが h と対応していることがわかるわね。さらにここでは h を0に近づけた極限を考えているので、この意味でもイクシロンは無限小を表していると考えることができる。ただしこっちの等式は分母がイクシロンになってしまっているので、実際はこっちの等式を使ってね。なるほど、この式ってそういう意味だったんだね。二重数って奥が深いのだ。ありがとう二重数。多分使うことはないけど元気でね。ちゃんと使ってあげて。そろそろ時間のようだ。それでは皆さんごきげんよう。ではまた。